阪急バス阪急バス、水田営業所アイバス新大阪駅東口にてあい、バスは大阪府大阪市東淀川区内で運行されていたコミュニティバス。阪急バス、水田営業所が運行を受託しており、阪急バスにおける路線名は新大阪淡路巡環線である。地元で結成された NPO 法人地域交通まちづくり協会が 阪急バスに運行を委託する形式で2006年5月13日に運行を開始した。関西における新幹線のターミナル駅である新大阪駅と直接連絡する公共交通機関に乏しい淡路地区の住民からの声に応える形で阪急京都本線、千里線の淡路駅から新規のバス路線が整備された。阪急にとってはかつて 淡路駅から新大阪駅を経て13駅及び、神戸本線の神崎川駅に至る新大阪、連絡線を計画し、路線としての免許も取得していたが、2002年12月6日に13、新大阪間を除いて失効させていた経緯がある。よって、新大阪淡路駅間に相当する区間を、バスによって代替した格好になる。地元からの西岸で誕生した路線にもかかわらず、 実際には、経路の大半が既存の大阪市営バスの赤バス、西淡路区役所系統と重複している関係もあって、利用客数は伸びず、2年にも満たない短命で廃止された。また、2019年3月に JR 大阪東線が、延伸開業し、淡路駅を経て新大阪駅まで直通した。運賃は一乗車につき、大人に0 0円、小に100円均一。 阪急バスの磁気カード類やピタッパも使用できた。また、アイバスのみで使える1日乗車券を300円で販売していた。ダイヤは朝夕ラッシュ時が15分間隔、日中は30分間隔で設定されていたが、土曜日は運行しない時間帯があった。日曜日宿日は利用者が少なかったため、2006年11月9日より運休となった。また、 2006年から2007年にかけての年末年始も運休となった。新大阪駅へ連絡するルート1と東淀川駅へ連絡するルート2の2種類を運行していたが、ルート2は利用者減少により2007年4月1日をもって廃止となった。ルート1も同様に利用客数は伸びず2008年3月31日をもって廃止となり、 運行終了となった。なお、日中は、同じバス車両が、淡路駅で、ルート1、ルート2の双方に系統を入れ替えながら、運転を続行していた。ありがとうございます。